よし、ヨーロッパ圏の場所分かったわ。結構8号線から離れるけど全然行けると思う。あの鯖江の警察署前の交差点を右に曲がってしばらく行ったらあるわ。もうちょっとだわ。で5時から営業開始らしいよ。ちょうど今から行ったらちょうどいい時間に着くんじゃない。と思うんだけど、私ちょっとでも早すぎるかな。30分ぐらい着きそうだよ。5時半に鯖江駅に着くような感じなの、わしの今のペース。あ、そんなペース。でもわしは先にヨーロッパ圏行って飯食うわ。ヨーロッパ圏行って飯食ってその後の時間見て鯖江駅に行くか竹風に行くか決めるわ。そんな感じです。え、ここ落ちて降りて歩けって書いてある。きつ。またこれか。屋根付きですよ、屋根付きの。やっぱ雨が多いから、福井も北陸とね同じで楽しいですね。いやー、あの時は本当にね、もうねやめたいと思ったけどね。あの加賀からあわら市の境目ぐらいが本当にきつくてさ、やめたかったけど、今は非常にあの清々しい気分ですね。もうまだ終わってもないのにめちゃくちゃなんかもう達成感に満ち溢れてるんだけど、すでに終わってないのに。楽しいに決まってんだろ、こんなの。楽しくなかったらやんないでしょ、こんなの。普通経験できないですよ、この世界で。やった人 いるんですかね、これ。あのまず、あの自動販売機で自転車を買った人間がそこまでいないから、ね、自動販売機で自転車買ったそばからそのまま福井まで行く人いますかって話で。しかも福井のもう福井市を越えて鯖江まで来ちゃった。いや、橋本君やったんですか。橋本くんがやったって、本当に。マジ橋本くん、何、自転車自販機で買ってた。それは先起こされたけど、橋本くん富山来たことあんの。自販機縛り。いや、まあ確かに食べ物の自販機、あ、食べ物は自販機じゃない、ね、自販機縛りじゃないけど、確かに面白いね、自販機縛りにしても。まあわしはもう買わないと思うけど、あの自販機では自転車を。まあこの自転車か、自転車壊れたらまだ同じところで買うかも、ね、もう常連としていくわ。常連ずらしていくわ。なかなかあの自販機の使い方知ってる人いないでしょ。実際に買わないと分かんないし。ここは鯖江自動車学校があります、ね、まっすぐ行くと敦賀越前市、右に行くと越前町。越前市もあって越前町もあるってややこしいよね。え、おじちゃん呼んだけどね。いや、本来は、あの、空いてる、あの、空いてる時に買えばいいんだけど、空いてなかったから私は管理人に電話してみたんだよ。うん、今日欲しいんだけど、つって。で、なんか近くにおるらしくてさ、おったらしくて、まあ、してくれた。そういう話。
サバエって名前かっこいいよな。魚の中でもさ、ちゃんとその魚の種類があった名前がその地名に作ってちょっと憧れますよ。魚津も魚津でいいんだけどさ、サバエはかっこいいよな。サバエ、アクイとかもかっこいいよね。アクイ、アユを食うとか言って、アユ食いとか。サバは腐りやすい、当たりやすいし。どこへん草、サバの香りか。花丸うどんがある。こんなところに花丸うどん。サバエでメガネ買わないですね。まあ、わしが今つけてるサバ、あのメガネのフレームもサバエさんだろうけど、どこに行ったら買えるの？手軽に買えるの？メガネフレームだけで売ってくれるの？そう、どこに行けばいいの？サバエの中で工場はたくさんあるかもしれんが、くださいっつってもどうしたらいいの？なっちゃう。そんな気がするんだけど、この辺鳥の糞が多いな。なんでかな。めちゃくちゃ鳥の糞が落ちる。あ、北サバエ駅。ここが北サバエか。でもう一個先にサバエ駅がある。グラスガーデンって、うわ、メガネフレーム専門店みたいなのある。夕方になると鳥が集まってくる気がありますね。富山駅前もそうですね。あのオーダーメイドのメガネが作れる。だからあそこにあのグラスガーデンっていうのがあって明らかにフレーム専門のお店っぽいのがある、サバエの街中だな。サバエの街中来たわ。牛角、オートバックス、カボスがある。え、すごい、カボスがあるじゃん。カボス懐かしいな。金沢にあった本屋だね。太陽ネオってパチンコ屋、ビッグエコー、アルプラザ平和堂あります。でかいですね。あとはネッツ、ゲオがある。ビッグエコー、なんだあれは、トントン拍子っていう居酒屋かな。星の銭湯、福井銀行、どこも腰の湯って名前つけるよ。富山県にも腰の湯何軒がある、何軒かあるけど、やっぱり越中、越前、越後は全部腰の湯になっちゃう。仕方ないことだ。富山に栄えてる。いや、ちょっとね、アルプラザがあるのはでかいけど、まあ富山市と比べるとそうでもない。まあそれは仕方ないですよ。それは県庁所在地あるわけでもないしね。でも福井県の
第2の都市ってどこになるんですかね。サバになるのかな。第2の都市はどこだ、どこかと言われたら、あんま他の市町村知らない。敦賀もどうなんだろう。敦賀の方が高いでんのか。あ、スシローがある。サバイはスシローがあるんだ。スシロー、サバイのスシローでサバ食いたいですね、ちょっとね。あら、減ったじゃあ。ワークマン、あー、元気がここにもあるね。元気どこにでもあるね、福井県はね。富山県で薬の青木みたいな、そんな存在になってんじゃないかな。ただ元気は商品がかなりね、豊富ですからね。青木と比べたらもっと店舗もでかいし、安いしね。あのプライベートブランドもあるし。コメリカ、はま寿司、ハードオフ、カルビ大将。この辺の作りはあの金沢っぽいですね。金沢のあの森の里をイメージしますね、この街を見ると。この森の里っぽいなんか通りだな、わしの主観だが。森の里とか田神かな。金沢の田神のあの辺かな。いや、まあイオンがある、なんかね、雰囲気が似てるよね。表現しづらいんだけど、田神のあのカーブするところあたりはこんな感じな雰囲気だなっていう。曖昧だけど、ちょっと、あ、警察署から、ここ右だね。ここ右行ってしばらく行ったらあのヨーロッパ圏あるわ。じゃあしばらくまたあの8号線外れます、ね、福井県鯖江警察署来たんで右に曲がります。ヨーロッパ圏に向かいたいと思います。もう5時になりますよね、しばらくしたら。ソースカツ丼は甘ったらくてうまくない。今食べてみないとわからんね。わしもその本物のちゃんとしたソースカツ丼食ったことないからね。なんか大学生業のなんちゃってみたいな、そんなんしか食ったことないし、うん、ちょっと私あの晩飯食べてきますんで、今から一回食べてみたいと思います。ソースカツはうまい。今このあの何ですか、警察署前の交差点を左、あの右に曲がって8号線を外れますんで、一旦カツにソースかけたらうまい、まあ、とりあえず食べてみないことには。あと19分で5時になる。ものは試しだから。パリ丼の方が美味しそう。あ、何？ヨーロッパ圏に他のメニューがあるってこと。まあとりあえずスタンダードな。どうせまたあの来週もヨーロッパ圏、来週もあのサバイフルから、もしかしたらその時食べるかもしれない。それは分かる。
判断で歩道に行くと。これが正しいのか、こういう使い方であっても。富山のあんたの恥だよ、帰ってこなくていいよ。いや帰ってきますよ、富山の恥だと自分でも思いますけれども、富山県について一番詳しいからさ、どうしても富山をネタにしないとやっていけないんですね。喋ることがないんですね。それがやっぱ一番あると思います。あ、これも歩道行けんの、車道行けんの、なんだあれ、ちょっと待って、車道、うん、なんだあれ、地下道、トンネル、あんなとこにトンネルあるんだ、ちょっとどういうこと、あれって左から行けるのかな、左から行けるの、あの上もしかして線路かな、鉄道が走ってるのかな。いや、これ反対側渡れって書いてある、仕方がない。今のリスナーじゃないですよ。え、福井の駅過ぎまして、もうあの鯖江、鯖江、今鯖江にいる。鯖江まで来た。福井駅に、福井駅ももちろん行ったけど、福井駅に2時半ぐらいに着いちゃってさ、2時半って着いたの2時ぐらいか。んでもうやることなくて、じゃあ先行こうかってな。で今あの8号線のあの鯖江の警察署を、8号沿いの鯖江の警察署を右に曲がって、今あのヨーロッパ圏ってとこ向かってる。そこで晩飯食ってまた再開するわ。まあ今日の最終的なゴールは鯖江駅か武生駅、どっちか。17時に開店するらしい。まあ終電はあの8時55分だから慌てなくていい。8時55分に鯖江駅に行けばいいから。最悪ね。誰が解くか分かんない。でもわし多分合計したら190キロぐらいになると思うよ。竹譜まで行ったらさ。竹譜まで行ったら190キロになると思うんだけど。わしなんてもうさ、多分あの竹譜まで行こうと、もうそれより絶対上の人がいるだろうからさ、もう200キロ行ってると思うからさ、もう NER さんとか200キロ超えてんじゃないの。自転車はあの駅に置いてって、来週あの取りに来るから、車で。あ、クワガタのトツもあった。あおりかつってゴールじゃない。竹譜二軍監督終了して次今岡がなるんですか、本当に。今岡が監督になる。結構長いな、このトンネル。この自転車また使えます、もちろん。自転車配信をできてるから、一応すごくクオリティは低いけど、できないことはないということですね。今回はその試す意味でも良かったと思う。いや、160キロかな。いや、実際ね、多分ね、教習所から福
福井駅までが何キロかな、140もないのかな。ちゃんと8号線を使ったことにして行けばどれぐらいなんだろう。160しかないの？あ、本当に？いや、だいぶ少ないよ。それは失礼しました。他の県行って富山と比べて富山がいいとは言いませんよ。大体富山県と言ってるんですけど、まあ、別にでもいいということは事実ということは別にいいんでしょうね。いいとこと悪いとこはそれどこにでもありますから、それ富山県の方がいいことはたくさんありますけども、その逆もたくさんあると。いや、富山県を引き合いに出してしまうのは富山県に関する知識が多いからですよ。ヨーロッパ圏まだ先か。まあ、郷土愛はそんな思ったことではないけど、郷土愛っていうかね、なんかね、愛というわけではないけど、やっぱ住んでるとどうしても詳しくなるんで、何もしてなくても。特に方言なんてのは勝手に身につくし、おし、お島が綺麗、東尋坊と東尋坊のとこの島のことかね、それは。もしかする。今回自転車に乗ってるのはもう完全にパクるためですからね。それ以外何物でもない。パクるために自転車を使って、パクって対抗する。自転車ゴールドじゃなくて、これはちゃんと12000円でね、購入するところを配信しましたよ。なかなか自転車購入するところを配信する人いないと思いますけど、ちゃんと自動販売機で買ったところを配信したんで、それに関してはもう何の疑いもないと思いますが、ヨーロッパ圏まだかな、結構進んだけど。定休日とか、定休日あんのかな、もしかして。あ、でもさすがに日曜定休にはしないか。日曜定休は言えないか。そろそろ着くんじゃないか。
こら辺で8番ラーメンがある。ここ左だね。左行ったらヨーロッパ圏あるわ。よーし、皆さんお疲れ様です。じゃあ食べていきますわ。まあ、まだ回転してないけど、結構遠かった。結構遠かった。あれ、こっち側で合ってる。あ、ヨーロッパ圏書いてある、書いてある。よし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 。ヨーロッパ圏なんちゃら店。あ、腹減ったじゃん。腹減った腹減った。準備中って書いてある。到着。しばらく場所ここで待つわ。ああ、まだ店員が受話器持って待ってんの。いや別にそれどうでもいいけどさ、わし話すことないよ。なんか言われてもさ、放送もしてないし、話すこともない。あと6分で開店だから、え、今福島じゃないの？福井県。え、携帯電話を鳴らして退場になった人がいた。どう言ってる。正直ね、竹蔵もあんまり、あ、財布、この財布、ポケットの中。いやー、全く雨降らなくてよかったね。全く雨が降ることなく。あれ、私財布、ここか。財布、自転車のカゴの中だった。今ヨーロッパ圏にいる。とりあえずここで夜ご飯食って、そのまままた自転車で再開だね。晩飯食ったらまた眠くなりそうで怖いね。どんどん人が来るね。時間が時間だし。晴れたね。本当に。一応なんかルールでは雨天決行って書いてあった。怖い。雨降ってたら最悪でしょ。カッパ着てやるの。じゃあお疲れ様です。今まだだってまだ準備中なのに並べないでしょ。準備中に並んだら何してんのって思われちゃう。いや今だからもうどんどん人がね来てる。人がどんどん車で来てるけど、まだ誰も出てないって感じ。じゃあお疲れ様でした。もう5時だね。まだ4時間もあるんで、9時まで。